仰向けになりましょう。今日の床に横たわった感じはどうでしょう。何か特徴的なものがありますか。左右の違いは何かあります。対照的ですか、それとも非対称になってます。もしも動くとしたら、どちらの方向へ動きたいですか。左ですか、右ですか、まっすぐ前の方ですか。まあ、どの方向でもいいんですけども、考えてください。どのように動きを開始しますか。どうやって動きを始めます。どっか特定の場所が分かります。じゃあ横向きになって、両手両足になってください。いずれ、失礼、両手と両膝ですね。まず最初に、体重のかかり方を感じてください。両手の方にかかっているのか、それとも片手にかかっているのか、それとも膝の方に寄りかかっているのか。ゆっくりと左手を少し床から持ち上げて下ろしてください。これによって、その、重さのかかり方が全体にかなり変化します。今度は右手やってみましょう。どちらも楽でしょう。それとも、片方の方がより大きな変化が起こります。今度はどちらの足でも結構ですので、片足を上げてみてください。どんなふうにやります。まあ、偶然に何かをどっちかの足を選んだんですけども、何か意味がありますかね。じゃあ反対側の足を持ち上げてみましょう。下ろします。持ち上げて下ろして結構ですから、ずっとその止めたままにする必要ないです。やめて、ちょっと座って休みましょう。また両手両膝立ちになってください。左の手と右の足を床から持ち上げてください。どうやってやります。呼吸止まります。上手にやろうとしてます。今度は右手と左足を持ち上げてください。何か違いがあります。今度は左手と左足を持ち上げてみます。ちょっと難しくなりますね。呼吸止まっちゃいます。今度は右手と右足です。持ち上げて、バランスを感じて下ろします。じゃあ仰向けで休みましょう。